昭和16年12月14日日曜日、曇り、北風激し。今日も家内に代わって夕飯を作る。家内の婦人雑誌はイワシの美味栄養料理特集である。その中からイワシの塩蒸しを選ぶ。この間のハワイの奇襲成功からすっかり戦争一色なり、ラジオも連日戦火の報告ばかり。うちにいるのも億劫であるから、家内と上野の博物館に行く。帰りに銀座を歩いていると、多くの人が電光掲示板のニュースを見上げている。日本が香港攻略戦でイギリスを圧倒しているよし。隣で、やったなと声が上がる。若い男がしてやったりという顔をしている。おそらく物心ついた頃からそんな笑い方をしてきたのだろう。うちも外も息苦しい。